はい、冒頭2点ご報告がございます。1点目でありますが、先週金曜日11日に開催されたコロナ分科会におきまして、 GoTo イートキャンペーンのオンラインの飲食予約によるポイント付与について、その進め方についてご議論をいただきました。その際にもですね、大きな異論は出なかったということでございます。これを受けまして、本日から参加飲食店の募集を開始いたします。また10月1日以降、準備ができたオンライン飲食予約事業者から各都道府県のご意見も踏まえながら、ポイント付与を開始することとしたいと考えております。2点目でありますが、本日の閣議におきまして、本年4月に公布された家畜改良増殖法の一部を改正する法律案及び家畜遺伝資源に係る不正競争防止に関する法律案に関連する政令が閣議決定されました。これらの法律の施行日は本年の10月1日とすることも同時に決まったところでございます。和牛はですね、日本の宝でありますので、この法律ができました、精液、それから受精卵、これについてもですね、この法律に基づいて流通管理の強化は図られますけれども、しかしその上で現場の方々がこの法律ができたからということだけではなくてですね、この法律を作った背景、その意義、なぜこのような法律ができたのかということをしっかりご自覚をいただいて、現場の方々にはより高い意識を持っていただきたいというふうに考えております。冒頭私からは以上でございます。幹事社の読売新聞、佐藤です。よろしくお願いいたします。2点お願いしたいんですが、まず冒頭の GoTo イートキャンペーンについて、オンライン予約サイトを通じたポイント付与が、10月1日以降順次開始されるということで、改めて事業に対する期待をお伺いしたいのと、関連したあと食事券の発行事業、9月中旬以降に実施とのことでしたけれども、具体的に開始できる地域が出てきたのか、お聞かせください。はい、まずのポイントにつきましてはですね、これは都道府県単位ではなくて、東京で獲得したポイントも北海道でも使えるという広域的な性格を持っていることはですね、ある意味、感染防止対策から言えば若干リスクもあるところではありますが、しかし広域的な効果もある。そして予約をしていただければですね、人によっては昼も1日でですね、昼も夜もポイントを獲得することができる。そして、これは繰り返しそういった行為が行われることによってですね、疲弊している外食、中食の方々、そういった方々に対して、十二分な支援のツールとなりうるものだというふうに思っています。特に、東京とかですね、いくつかのところは食事券発行にはまだ手を挙げていただいておりませんので、そういったところはですね、特に東京のレストランなんかは単価も高くございますから、そういったところで夜のお食事あたりで1000円のポイントを付与されることはですね、お客様の客足を戻すのに一定の効果を期待できるというふうに思っております。それからですね、1時が終わってですね、14だったかな、残りが14だっけ、24だっけ、やってないところさ、14だろ、合ってるじゃないか。あと14のですね、県についてはまだ GoTo イートについて、手が挙がってない都道府県等があるわけでありますが、そのようなところについてもですね、かなり積極的に今お申し込み問い合わせをいただいております。かなりのカバー率になるのではないかというふうに考えております。これをですね、もう一時でだいぶ詰めるべきところはしっかりもう詰めてありますので、2時についてはですね、よりスピード感を持ってやらせていただく予定でおりますので、これも地域の飲食業、それから生産現場に対する影響もですね、いいものが期待できるというふうに考えております。すみません、1時の33府県のところについては、具体的にこう実施できる目処がついたようなところっていうのは見えてきてるんでしょうか。はい、日々ですね、それぞれのところとは連絡を取っております。募集をこの日にしから開始をしますというところももう出てきております。いわゆるその対象となる飲食店もですね、そして事業そのものがスタートする時期についてもですね、大体の目安を言っていただけているところは出てきておりますけれども、まだ具体的にどこがどういうことというのを言うのは少し早いのかなという気がいたしますけれども、これは我々は
法定受託事務でもありませんしですね、各事業体の方々のそれぞれのマンパワー体制の強弱もありますから、それぞれの方々ご努力をいただいてですね、できるだけのサポートを国はするという姿勢を取らせていただいております。2点目なんですけど、自民党総裁選の関係で、菅官房長官新総裁と決まりまして、首相指名は明日16日となりますけれども、菅政権に求める農政、期待するところというのはどういったところになるでしょうか。宮崎県とですね、秋田県というと随分気候も違いますし、雪も宮崎はほぼほぼ、五月なんか降りますけれども、あったかいところですけれども、やはり農業の厳しさであったりですね、逆に楽しさであったり、いろんなものを私は実体験として菅長官は、菅新総裁は持っておられる方だと思っています。この1年一緒の内閣の中でお仕事をさせていただきましたけれども、農政に関わることでもたびたび私は官房長官にご相談に上がったこともありました。そのたびにですね、共感もいただいたことも少なくなかったわけであります。これからですね、長官がずっと進めてこられたこの輸出5兆円の目標に向かってですね、頑張らなければなりません。しかしこれは数字を追いかけているということでは決してなくて、日本の農業を強くする、外に出すためにはですね、それを作らなければいけない。作るためには作る基盤が必要だ、そして作る人も必要だ、そして規制改革のこともおっしゃっておられましたけれども、スマート農業を推進するにはですね、まだ整理しなければならない論点が残っていることも事実だろうと思います。そういったものをですね、総合的に発揮していただいて、日本の農業を強くし、そして地方をですね、もっと活気ある場所に農林水産業を通じてしていけるような政策を展開していただくことを、新総裁には期待をしております。ありがとうございました。各社さんお願いします。はい、どうぞ。すいません、共同通信の福原と申します。ポイント付与事業、GoTo イートのポイント付与事業のところなんですけれども、ポイントを付与する時期についてもう一度お願いできますか。つまり各自治体の感染状況によって違うという言及されてたと思うんですが、そこをもう一度お願いします。食事券の方ですか。ポイントの方です。ポイントの方はですね、それぞれの事業体によって、2桁の事業体を採用しておりますんでですね、例えば皆様がよくご存知のサイトはあります。そういうところはもうすでにたくさんの登録者をもう持ってらっしゃるわけですよね。しかしそうでもないところもありますし、そのサイトによっていわゆる手数料のようなものがそれぞれ金額が違います。ですからこれも公表していただくことを要件とさせていただきました。そして登録する場合にはですね、登録手数料もただということで、しかしどのサイトを利用することがですね、その飲食店の方々にとって一番有利であるのか、地理的な利便性であったりですね、地域的なことであったり、そういったものも考えて判断される時期がやはり必要なんだろうというふうに思います。ですから10月1日以降ですね、準備ができたら、各オンラインの予約事業者からですね、ポイント付与が始まりますけれども、これもですから1位の3で全ての事業者がバッと始まるということではなくてですね、10月1日を初日として準備ができたところから行われていくということになると思います。すいません、そのポイントについては感染状況によって例えば地域ごとにポイント付与のスタート時期が変わるとか、そういうコロナの影響っていうのは考えなくてもいいんでしょうか。これはですね、ポイントに限ったことではございません。やはり分科会でも、それから我々農林省の中でも随分議論をしたことでありますけれども、決めたからといってですね、全くそのまま何もその後の感染状況を考慮しないということはありえないんだろうと思います。例えば食事券についてもですね、その発行したその当該都道府県の事業体の方々がですね、一時使用を中止する、例えばその手前にはですね、営業時間の制限であったり、例えばもっと極端な場合はですね、完全にクローズしていただきたいというような状況になればですね、この食事券を使うということはまずありえないわけですから、そういう権限もですね、各事業体の方々には、しっかり持っていただいていくということであります。それと同様にポイントについてもですね、これから先私は落ち着いていくものだというふうに、希望的観測も含めて、
そう願っておりますけれども、しかし、この状況は日々変化することも考慮しなきゃなりませんので、先ほど申し上げましたようにですね、ポイントについても都道府県の意見を聞きながらということも申し上げました。ですから、全国で展開する事業だと言いながらもですね、地域差というものも場合によっては出てくる可能性も全く否定していないというふうにご理解いただければいいと思います。ありがとうございます。どうぞ。 TBS テレビの遠藤と申します。ポイント事業について伺います、はい、ポイント事業について伺います、はいはいはい。ガイドラインの公表は、この時点をもって公表したというような認識でよろしかったでしょうか。はい、ガイドラインにつきましてはですね、それぞれの関連の事業者の方々がですね、各業界ごとに作ったものがやはり基本になります。しかしそれを加えてですね、分科会のオーソライズされた先生方がですね、それを検討していただいて、そして我々も政治の現場にいる人間ですから、それに付け足させていただいた部分もあります。例えば居酒屋なんかでですね、居酒屋ではあるけれども奥の方の部屋の個室にはですね、カラオケが置いてあると、そういう場合はじゃあどうなのかというようなことについてはですね、私の判断でこれはもうダメと、一時我慢していただこうというふうにさせていただきました。ですからそのポイント付与の手前に地域の食事券をやりましたから、基本的にはこのラインを守っていただくことが全く変わりませんので、ポイントだからさらにこれを守れということはなくてですね、ただ少し違うのはですね、ポイント付与の場合はその食事券の時と違ってですね、例えばソフトを進めるとか、店舗の方にある程度お願いできることはありますけれども、今度は個人レベルになるとですね、やはりお願いする部分は確かに難しい部分があります。しかしそれはできる限り広報し、このコロナ蔓延のこの期間中にですね、日本の消費者の方々、国民の方々は随分努力をされてですね、実体験の中で自分たちの行動変容もですね、しっかり管理できるようになってこられていると私は感じています。そういったものも信頼しながらですね、慎重にポイント付与についても展開していきたいと考えております。分かりました。この後おそらくホームページとかでも公表されるかと思うんですけれども、公表してるよな、公表してるな、公表はされてるということですね、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、どうぞ。すいません、 NHK の川瀬と申します。月末に概算要求ですとか組織転要求、税制改正要望などが予定されていて、今内容がまとまってきているかと思うんですけれども、大きな方針ですとか、注力点などを教えてください。やはりですね、今回概算要求の作業をずっと進めてきて、各事業の在り方、その執行状況についてはですね、細かに見させていただきました。最初から申し上げておりますようにですね、輸出をするにしても食料自給率を上げるにしても、いずれにしても生産基盤をしっかり守っていくということが基本であるということは、これも間違いないことであって、生産基盤を維持するためには水田フル活用、そのための基盤整備、そういったものについてもですね、しっかりさらに進めていく必要があるということを感じておりますから、そういったことがですね、できるように戦略作物への転換もですね、しっかりできるように、そういった予算の要求にしていきたいということで作業を進めてまいりました。それに加えてですね、やはり今後私も1年この役所でお世話になってですね、随分農協改革というものをですね、この長い間やってきて、それで農協の方々もですね、組織としても自主的に改革をするんだという強い意識をですね、持っていただけるに至ったというふうに思っています。しかしじゃあこの行政機関としてのこの農林水産省、予算を執行するですね、行政を司るこの農林水産省の在り方は、じゃあこれから将来に向けてどうあるべきなのかということも私は考えるタイミングに来たのではないかと考えています。ですからその組織についてですね、私も今日は最後の記者会見になりますけれども、体制整備が必要という考えを強く持つに至っています。具体的にはですね、いくつかの指示を出しました。既存のですね、食料産業局、生産局、政策統括官、こういったものについてですね、考え方を少し改めさせていただきまして、輸出の解禁の交渉とかですね、輸出促進の業務を強力に推進するための組織を作りたい、それから米、麦、大豆、それから園芸作物をですね、公衆農業として一体で担当できるような組織がやっぱり必要なんではないか、そして畜産はですね、日本の輸出の柱にもないですね、総農業生産指数の多くを占める
大きな産業に今育っています。しかし今畜産部長までしかいないということもありますから、畜産の生産基盤を強化を推進する組織としてですね、局レベルで再編することが必要ではないかということで、検討を指示しております。これについてですね、どういう結果になるかについては、私からはこれ以上は申し上げませんけれども、しかし、農家にも変化を求め、そして農協組織にも変化を求めていくのであればですね、行政機関としての農林水産省も効率化や変化に対応する組織に変わっていくべきだという意識を持つに至ったということだけは申し上げておきたいと思います。どうぞ。時事通信の山田です。先週の金曜日、15の魚種を、規制の候補対象にしたロードマップ案、これを公表されたかと思いますが、これについて2点お聞かせください。1点目なんですけれども、これ、規制を敷くとなると、漁業者からの不安とか不満があったりするかと思うんですけれども、そこについて大臣どういうふうに理解を得ていくかということを教えてください。2点目はこの減収、ともすれば減収するという場合に対していわゆる積み立てプラスの活用というのが中心になるのかなと理解しているんですが、それ以外に何か対策お考えだったりしたら、お聞かせいただけますでしょうか。お願いします。まずですね、やはりその管理型の漁業にならなければならないということはですね、これ漁業者の方々に対してですね、例えばタックの話をしたりそういう話をするとですね、やはり抵抗される方は少なくはありません、正直なところ。しかし将来に向かって資源管理の必要性について大きな話をするとですね、ほぼほぼの漁業者の方々はですね、それは必要だと、その必要性はよく分かっているんだということをおっしゃっていただけるということもまた事実だろうと思っています。ですからやはりこの農林水産業の行政というものは現場との対話が基本ですから、このことについてはですね、ネガティブに捉える方もおられるでしょうし、しかしこれは必要だと受け止めてくれる方もおられるでしょうし、それについてはしっかりとしたですね、話をする機会を十分に設けていきたいと思っています。それ資源管理でですね、国の指導で減収、例えば出漁する回数を減らせとかですね、捕まえた分はですね、逃がしなさいとか、そういうことをする場合にはですね、国がその分の減収分についてしっかりと我々としてサポートさせていただきますよというセーフティーネットが、積み立てプラスの部分であるわけですけれども、先ほど概算要求のご質問の中にもありましたけれども、なかなかですね、今回要求額が大きくなります。非常に不良でありますんでですね、不良はこれはタックとは関係ないわけでありますが、でも魚が取れないことには、漁獲がないことにはこれ変わりがないんでですね、このことについてはしっかりと漁業者の方々が不安に思われないような体制を引く必要があるというふうに考えておりますが、しかし少し話がそれるかもしれませんが、これが長期にわたってですね、この不良が続くようなことがあった場合、じゃあ積み立てプラスというものの本質とですね、この不良に対する国としての支援策とですね、もう一度考える必要があると思います。ですからこれをやめてしまうということではないですよ。ただ非常に金額的にも大きくないですね、下手をすると足りなくなってしまうという状態で、なかなかサンマの船をですね、そのままイワシ船には回せないんですよ。大きさもありますしね、規模もありますし、そういう難しい問題にですね、いよいよこれから、この資源管理と積み立てプラスといろんな政策をですね、総合的に考えながら漁業の資源を守りながらですね、漁業者の所得を守り、そして農林水産業者、漁業者の数も減らないようにですね、支えていくことは困難ではありますけれども、しっかりやらせていただければというふうに思っております。どうぞ。日本農業新聞の岡部と申します。2つお聞きします。1点目は先ほど話し合いました局の再編のような話ありましたけれども、局レベルでってなると相当大きな組織再編になるというようなお考えなんでしょうかという方は1点と、もう1点は全然関係ない話なんですけれども、先週金曜日に日英の EPA が大筋合意に至りました。これに対する大臣の受け止めをお願いします。まずこの組織についてはですね、
このことを思いついたのは別につい最近のことではなくてですね、もう大臣に就任させていただいて、どれぐらいですかね、4、5ヶ月ぐらい経った頃からやはりこれをやりたいな、特に4月にですね新しい法律がスタートをして、輸出についてはですね農林水産業が頭になってですね省庁横断型でやるんだ、まあ、コロナで実質全く動かすことがなかなか難しかったということはありますけれども、しかしそのいろんな経験をした中でですね、この輸出や例えば、豚熱なんかの対応についても、ね、消費安全局と畜産部があったりですね、いろんな横の連絡があったり、そこに生産局が絡んできたり、これは少し整理した方がいいなというものはですね、仕事をしている上で感じました。ですからその大きな省庁再編、まあ、農林水産省の組織再編になるのかならないのかについてはですね、私は今日までなんで、正確にはお答えはいたしませんけれども、しかし私はぜひ次の大臣にもですね、私の思いはしっかり伝えさせていただいて、国の組織としてですね、現場に対して十分な貢献をするためにはですね、我々の体制も現場にばかり変化を求めるのではなくて、やはり我々も変わっていかなければならないということはですね、もう言うまでもないことだろうと思います。あなたはもうね、ずっと党本部にいてさ、よく農政のことはご存知だと思うけれども、例えば生産局一つを見るとね、生産局一つにあまりにもいろんな業務がぶら下がりすぎていると思いませんか。思うでしょ、ね、生産局長大変ですよ、大変ですよ、よく頑張ってると思いますけれども、しかしもう少し他のところと統合したりですね、横との連絡をしっかりやって組織内の整理を進めればですね、もっと仕事も効率的に、そして仕事内容もスムーズになるんじゃないかということを考えていますから、まあ、私としてはですね、どうせやるならしょぼいことやらずにガツンとやってほしいというのを思っております。日英につきましてはですね、茂木大臣ともですね、だいぶいろいろお話もさせていただきました。大臣はですね、しっかり日本のこれまでの交渉の経緯を踏襲してやっていただけたと思います。私はですね、これまでの経済連携協定のラインを超えているというふうには全く思っておりませんし、これであればですね、特に北海道を中心とした酪農地帯の皆様方にもですね、無用な不安を与えることもないというふうに思っています。まあ、聞かれてませんけど、ついでに答えますとですね、こういう内容であればですね、追加的な対策を打つ必要もですね、さらにはないという内容に収まったんだというふうに私は考えております。今日で皆さん方とは最後になりますけれども、大変お世話になりました、ありがとうございました。最初この職に就いた時にはですね、私ももう異常に緊張してしまってですね、なかなかまともに答えられなかった場面もあったかもしれませんが、皆さん方がそれぞれの角度で真摯なご質問をしていただけるおかげで、自分としても、まあ、政治家としてのスキルが少し上がったのではないかというふうに思っております。これからですね、農林水産業はですね、もっと光の当たる産業になっていくと私は信じておりますので、皆様方はいろんなところをまた回られると思いますけれども、まあ、ジャーナリストのお一人お一人としてですね、日本の農業に対してご理解と、ご支援を賜れますようによろしくお願いします。皆さん本当にありがとうございました。